TBS 系サンデーモーニング日曜全8時に出演中のフリーキャスター唐橋由美45が22日自身のツイッター新型コロナウイルスの感染拡大に揺れる東京五輪について思いを綴った。福島喜多方市出身の唐橋は番組でしっかり話せませんでしたが、と迷うオリンピック招致が世論に支持されたのは震災被災地復興のためだったからではないでしょうか。だからこそオリンピックは万全の準備をして被災地を盛り、そのために私は延期すべきだと思いますとツイートした。東京五輪については国内外で延期を求める声が上がっており、IOC に決断を迫る動きが活発。